何味ですか今日は。今日は味噌と、はい、醤油と、はい、焼きだし焼きだしラーメンですか。初めて聞くね。楽しみにしてますね。こちらは何ですか。あ、こちらは煮干しだしですか。すごいね、はい、本格的ですね。ゆで卵の皮むきですか。今度 はい、これめんどくさいんですよね。そうですか。あなたこちらのあれですか。あ、そうです、ね、店長ですか。あなた一人でやってるんですかこちら。え、はい。あ、そうでしたか。はい。こういう卵もこうやってきれいにやんなくちゃいけないんですよね。うん、大変ですね。大変です。なんか沸騰してますけど大丈夫ですか。あ忙しいですね。あの店主店長、はい、客さんが待ってますよ。あ、何ラーメンにするか聞かなくてもいいですか。あ、あの何ラーメンにしますか。なんで今も聞くんだよ。焼き干しでじゃあお願いします。お子様でお願いします。はい、お子様ラーメンの。いつまでお子様なんだか。お母様のラーメン美味しい。本格的ですね店長。あ、はい。どうしたんですか。すいません。はい、何でしょうか。ラーメン木村屋ですか。あ、そうです、木村屋ラーメンです。ですよね店長さん。で、はい、木村屋ラーメンですよねここ。はい、お腹空いたね。うん、おー、すごいね。美味しそうですね。前もなんかここ来たことあったような気がします。よし、ここは6月になるとオープンするんですか。え、はい、去年も確か6月にオープンしてましたよね。はい、今年も6月にオープンするんですよね。違う人が作ってたような気がして。あの違うあの女の人はどこ行ったんですか。え、前作ってたあの女の人はいないんですけど。八戸のお家に帰っちゃいました。八戸のお家に帰っちゃった。あ、そうですか、はい。じゃああなたが代わりに今度こちらの店を継いでるということで。はい。あ、そうですか。でもこのテーブルそうだった。やっぱり来たことあるよ。なんか違う人がやってたよね。うん、はい、じゃあこれにとっておいて。おー、すごいね。本格的ですね。うまそうだね。お腹空いたね。うわー、美味しそう。よし。お子様はそれ言ったか。すごい。ちょっと。これお子様食べれるのかな、こんなに。よし。はい、完成ですか。完成です。はい。あ、もう一人増えましたね。そちらさんは煮干しでいいですか。はい。煮干しでみたいです。うわ、うまそうだ。っていうか、それ、もう冷めちゃうんじゃないですか。先にそれ出した方がいいんじゃないですかね。え？それも冷めちゃうよ。客も待ってますけれど。遅いラーメン屋だね。うん。これ見てくれる。あ、私もそこ、ずっと気になった。ラーメン、ぐらいよ。遅いな。頑張ってるから、あんまり喋んない方がいいよ。ちょっと待っててくださいね。ほら、聞こえてる。できましたか。はい、はい、もうできたそうです。今来ますので。伸びてないよ。ラーメン多分もう伸びてますけれどね。いやいやいや、困りますよ。はい、来ましたよ。できました。美味しそうですよ、とっても。本当ですか。ええ、お待たせしました。はい、何2つ。ああ、はい、これボリューム満点ですよね。トッピングお子様ラーメンもすごいですよ、これ。わー、めっちゃ大人用と同じ。はい、箸です。すごいね。うん、トッピング頼んでないのにすごいね、なんか。あ、確かに卵とか普通についてくるんだね。
しかも随分焼き、この焼き豚がボリューム満点、チャーシューが、ね、あ、お冷やも3つじゃあお願いします。いただきます。お水3つ。あなたは、私今日こちらの撮影に来たんですよ、繁盛するようにということです。ここ6月しかやってないんですよね。すいません、ね、ありがとうございます。よっしゃ、氷付きだ。はい、胡椒ですね。ここ6月しかやってないんですよね。はい、6月限定の木村やら。6月なんで6月なんですか、なんか意味あるのか、それは分かんないですけど。どうですか、ああ木村やラーメン。美味しいです。お、美味しいみたいですよ、店長さん。ただ冷えてるね。もうちょっと伸びちゃったみたいですよね。伸びてるね。伸びててもうまいね。うん、よかったね。伸びててもうまいラーメンっていうのはこういうことを言うか。いくらですかこれ、お金。お子様ラーメンは、店長さん、200円。安い。安いね、この特盛りで。大人用のこのラーメンはいくらですか。忙しいみたいだね。この2万は何だ。これ5個食った方がいいじゃないか。あ、私にじゃあ味噌ラーメンお願いします。え、あなたも食べるのかよ。ええ、私もちょっと食べてみたいので。あの客さんの食べっぷりとってもいいんですけれど、無言で食べてますよ、みんな。すいません、ライスありますか。はい、じゃあライスお願いします。本当はね、あの炭水化物に炭水化物ってあんまあれなんですけど、お肉美味しくてね、わざと残してるんですよこれ。ご飯に合うかなと思ってちょっと。あ、自分の分ですかそれは。はい。あ、これ味噌ラーメン。あ、なんかみんなと違うんですけれど、チャーシュー1個しか入ってないんです。ライス、ライス、あ、少ねえな。あ、まあ、すみません。どうぞ。チャーシュー1個ですか私。はい。あれ、あなたも食べるんですか。そういえば前もなんかそういうのあったような気したんですけどね。で、真ん中に行くんですね。え、はい。なんで？ここの隙間が空いてたので。どうですか、自分で作ったラーメンは。美味しいです。美味しいですか？はい。なんか隣の方見てるんですけれど。なんか物足りなさそうに見てるんですけれど。足りないだろ。そんなに美味しかったですか？うん。お、よかったですね。もうまた閉店しちゃうんですよね、今6月過ぎたらね、こちら。だから早めにまた来た方がいい。ああ、そうですね。卵も1個しかないんですね、私。チャーシューも1個しかないんですね。我々2個あったけどね。値段は同じなんです。あ、味噌ラーメンだからじゃないの。あ、味噌はチャーシュー1個なんですか。はい。あ、そうですか。じゃあ私もそのようにせればいいかな。何回も聞くけど、なぜあなたも食べてるんですか。一緒に食べるのが大事だと、お客さんと。そしてコミュニケーションを図ると。はい、じゃあお仕事よ、レミ。うん、なんだお前。うん、お仕事。ちょっとぬるかったけどね。何笑いなの。レミがラーメン作るって喋ったの、それとママに作れって言われた。レミが言ったんだよね、作れ。なんで作りたくなったの。エナの料理に、料理とか好きだから。まあ、料理好きだけど、まだエナみたいに高度な料理作れないから、まあラーメン作ってみようかと。うん、まあラーメンぐらいだったら作れるからっていう感じで。200円と1000円だはんでね。安いよね。ああ、ライスはいくらなの。2000円ですね。ああ、はい、2000円。信じられない店だな。煮干しだし聞いてた。どうだった、聞いてない。若干ね、若干だよ、若干、ね、風味って感じだよね。うん、なんかチーズはそれ何、醤油。あの何、チャーシューがあまりにも脂っこくて、チャーシューの味がすごいんだって。スープにさ、お子様醤油ラーメン、スープもチャーシューの味になっちまって。えな、もうそろそろあれだべ、
行くんでしょ、うん、じゃあいいもういいよ行って食べちゃったでしょ、もうほら残ってねえもん消費って食べたのあんまり嫌そうで消費できるほど多分食べてんだけどもっと食べてんだと本当は、うん、まあもうでもないから、うん、いやちょっとおつゆちょっとちょうだいお湯味するんだちょっと違うし醤油と味噌、はい、これも入れてみあこれも飲んでいいよこっちうんまあ醤油好きだもともと醤油好きだからね、うんやっぱ美味しいのか、うんうん、じゃあええなごちそうさましていけばうん、うん、ごちそうさまでしたはい、うん、いってらっしゃい何でいってらっしゃい、うん、1時だちなは自転車の練習かな、そろそろそうだよ自転車の練習やんなちょっとダメだろ自転車の練習しなきゃそうすればほらみんなでどっかに行ける自転車で、だってこのラーメン買いに行ったのも自転車で行ったんでしょ自転車で行ってきたんだよ、うん、で運動しなきゃダメだよママドレミとね特にママはな、うん、これ帰りがきついんだよ指さすなきゃこれこれやめてキモなんだキモってごちそうさまでしたごちそうさまでしたダメだ指させばダメってレミ昨日喋ってたじゃねえねでも自分でもやっちゃった